さあ、登場ギャブルタイムということで、こんにちは、ブルーホースです。早速やっていきましょうか。メイン、ストーリーいつ見ても後ろに何書いてあるかわからないザマスということで、お師匠さん、こんにちは。おうおう、マリオどっではないか。よくぞ、我が道場へ。わしは師匠。この道場責任者でござる。ブーッブーッブーッブーわしはから。いやー、こいつ嘘つきばからな。おーし、お望みたらば、わしらに挑戦することもできますぞ。しかし、本日はどんなことで、ゲフォゲフォ、挑戦しましょう。で、よし、しかし、あれで、まずはチェーン、チェーンよーで、おー、何チェーンか、コーラチェーンか、それとも頭チョキチョキチェーンか、ということでね、はい、前回、マリオさん、行くでやんす。前回パートでね、無事ね、なんとか倒すことができたんでね、クッパね。まあ、今回ね、ちょっとこれを、サブでね、やってなかったってことに気づきましたんで、これやっていこうかな。ジャンプに作るじっくりやればいいよ、バッチ、かっこよく決めてね、よっしゃ、行きましょう。で、今回は道場破りファイヤーってやーすやー、さあ起き上がってこいや、チェンチェン。あ、そんなことしちゃダメでやんす。な、一旦でできるのに、なるほど、かっこいいじゃないですか。じゃあさよなら、チェンさん。ジャーキーチー、タタ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 何かを売り込むためのような、よし、では、リオ、はい、ジェット・リーですね。だから、チェーンの次は、ジェット・リーでございますね。ということは、なんだ、ブルース・リー、じゃブルース・リーか、ジェット・リーじゃん、ブルース。得意技、行くでやんす。くる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 。わー、すごい、お前誰だ、とりあえず踏んでみよう。あー、ぺっちょんと、ほい、よいしょー。じゃあ、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 ぽかぱぱぱぱぴー、ものしりー。リーが負けた、オイラ、最大プレイ20だ。オイラってあんな感じなの似てるから、頭突きでもものしりを使ってる、そういうところもオイラと一緒だ。あの、オイラ、え？お料理強くなってまで助けるんね。俺がオイラの願いやるんだ。おー、なんかすごい序盤で言いそうなセリフを言ってらっしゃるんだ。あ、なんかすごいだ、マリオだ。大魔王クッパにさられたピーチを取り戻すために襲いかかってくる敵と戦い続けているんだ。終わり？もっと毒舌なのか、こいつなのに。お前そんなんじゃ首ダメ、バイバイ。くる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 。スターポイントはもらえないですよね。ただ単に証なんか、まあとりあえず運試しじゃなくてなきゃ、なる腕試しか、運試しじゃねえ、運試しだったら結構ラッキーとかね、かなりラッキー。いや、よし、では、2段の証、オッケー、またいつでも挑戦。ということで、じゃあ、ご報道よく参りましょう、挑戦しましょう。よし、しからば今回は私が相手いたそう。行くぞ、アチョーだーだだだだだ。でね、曲がね、かっこいいのよ、とにかく。とにかく曲がかっこいいの。あーじゃあミスったー。そんなことではわし、そうだよね、勝てないよね。うん、わかるわかる。すごくわかる。師匠で、道場の責任者、一番強い先生だ。最大 HP50、攻撃力6。とっても強いはずだ。気合入れて頑張ろうね。なんかいつもの毒舌感が足りないねー。あちょーぐえー、や、よくやるよ、俺は。お前と俺の同じ攻撃力だな。豪華。はっはっはっは。うむ、なかなか良い攻撃でござるなーって。お手手を後ろに組んでるっていう視点でね、あんなあんまりね、あれで本気出してない感じがするからね。ということで、ね、ほだあー甘いわー。うむ、お前の攻撃もなかなかやりうるなーということで、いってぃやしょっと、やったったー。うむ、なかなか良い攻撃でござるなー。じゃあちょっと遊びましょうか。連続、ドゥドゥドゥ。あ、ちょ、待って、全然、変わんねえし、ゼロ。あー、やっちまったー。あてやー、甘いでやんすー。ということで、このターンで終わりですね。じゃあもう普通に連続な頭突きなんかしなければよかった。うむ、なかなか良い攻撃でござるな。じゃ、最後は手を抜いてあげるでござる。ぽよん。あー、くる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 。倒れ方までかっこいい。さすが師匠。いやー、素晴らしいですね。タラッタラッタラー。イエス。三段の証。私でも挑戦しに来るでござる。ってことで、じゃあこのまま戦いましょう。おお、よくぞ参られた。挑戦する。よろしい、マリオと相手、今回失礼して本気を出すで気を抜かれるようにな。あれ、今回、もう速攻で本気出すんだったっけ。あれ、行くでござる。3段から4段。あーちょー、スーパーサイヤ人。ちゃちゃーちゃ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 。貫きで、じゃなかった、できなかっただっけ。あーちょー、あーちょー。うむ、なかなかの攻撃だ。物知り。ね、師匠だ、道場で先生だ、最大 75! ふーってことはあれだね、大魔王、なんとかクッパよりもあれだ。うい、うい、ふわー、じゃあ、なんとかクッパの次に HP が高い敵なのかな。でも、あれだね、防御力は0って書いてたな。なんだ、防御ねえのかよ。はい、ガッチャン、ガッチャン。うむ、なかなか言わねえのかよ。でやー、すやー。うむ、なかなか言えっちゅうの。
あっ、ほわーありゃー、おら、師匠のくせに尻餅ついてそんなダッセーな、おらおら、師匠が見てるぜ、師匠じゃねえ、誰だ、チェンとリーが見てるぜ、おら、ジャッキーとジェットだよ、あー、じゃ、ブルースか、ブルースー、ルルルルルルー、おいで、じゃ、気を抜くで、まだまだこれでかた、波長、波長、おやしゃ、ラッキー、なんだよ、攻撃が当てることすらもできねえねえか、それで師匠名乗ってんのかよ、おらおら、まあでもね、ザ、誰だよ、チェンと、チェンとね、ジェットに関してはね、あれはリーか、リーに関してはもう攻撃を当てることすらできてなかったからな、急の、まだまだこれからだぞ、波長、波長、波長、あー、お前なかなかやりよるな、蹴りをかましてきてるっていうし、ちょっとなんかあれだね、誰にも似てない夢の背中をってやつだな、本当に。あれですね、お手手を使うことができないコックさんでございますね。残り1だけ残った気を抜くれないぞ、まだまだこれからだ、最初の攻撃を外してなければ今頃もっとなんとかなったのに、甘いディアンスということで、さよならバイバイ、くる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 、デッキュー、ヨッシーの力で攻撃力倍増計画です、むはははは、見事な、よろしい、どうしようかな、このまま戦う、またいつでも挑戦、5本言うてるしな、どうしようかな、間違えた。じゃあ、一個だけ食べとくか。スーパーキノコもぐ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 。おいちーんということで。さあ、やろうではないか。先制攻撃。おらおらおら。道場を破り。はっはっは。いや、なんとか言って。よく止められた。挑戦する。よろしい。お相手するということで、今回本気の本気で行くでござるよ。スーパーサイヤ人2になるでござるよ。まあ、3になったら多分ね、お師匠さん寿命尽きちゃうからね。だから、まあ、2程度で、とどめておくみたいなね。はぁー。行くぞマリオよということで、いきなり早速、物知り師匠だ、最大 HP99、攻撃力 10! さらにすごい必殺技いくつか持ってるんで、いくつか、なんだろう、海洋拳レベル下がってるっちゅう、スーパーサイヤ人の海洋拳は弱いっちゅうの。行くぜー、とりあえず、踏み踏み、なかなか良い、こう、ヌーンヌーンってかっこいいな、ヌーン少しはできるだな。はーてぃや、ちょ、おぉ、ちょ、いきなり強いでござるな。なかなかやるでござる。うん。ってことで、ぬーん。なかなかやるでござるな。ゆえや。じゃあ、こうなったら、こいつになった場合は、あれちょっと待って。お前、未だに何もないの。まあ、やったの俺なんだけどさ。こうしときましょうか。そう。ピーヤー、甘いでやんすね。お主の攻撃なんかその程度でござるか、貫くでやんす。ふりゃーギャリッコーぬーん、少しはやるようだな。ということで、じゃあ、ちょっとパワーアップしましょう。トゥットゥピーピーピー、オッケー、4ターン、テル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 テン、舐めるなよ、ぬっトゥンぬーん、甘いでやんすね。お主の攻撃程度だったら、わしの貫きいので、ピラミッキーノのチクビーノ、オッケー、よっしゃ、じゃあ行きましょうか。ぬーん、言えや、ぬーん、ぬーんと言えや、言わないのか。はーって、あ、やばい、結構ピンチ。で、こういう時は、パワーアップしたけれども、やっぱ違う、まあまあの子守歌で寝ないですね。ということで、チュッチュしようね。お姉ちゃん、僕とチュッチュしようや。あ、チュッチュ。あー、もうありとあらゆるところがお元気になりました。ということで、ぬーんに行こうか、ぬーん。はーピン。どうだ、元気玉、オーラの元気玉行くでいい、ドンドン、全員甘いでやんす、あああということで、さあ行きましょうか、んーと、じゃあヌーン行こうか、ヌーン、ドイヌーン、12、あちょーヌーン、少しはできるようだな、少しはやるよ、ちょっとはやるよ、うん、まあ多少はやるよ、ビリビリ、オッケー、さああと3ターンで終わりで、まだまだこれから、はーてぃ、あてぃ、あてぃ、無理は、ナイスなんだけど、これ防御がうまくいかなかったら、死にますので、もう一回チュッチュしようや、姉ちゃん、チュー、チュー、チュッチュ、チュッチュということで、なんかさ、このまま普通に倒してても面白くないから、なんかちょっといろいろ試してみるか。そもそもしびれって聞くのこいつ、まあいいや、とりあえず、まあ、じわじわ、遊びすぎて、そのままやられちゃうということだけは避けなきゃいけないか、まだまだこれからだ、ほっほっ、あちょー、さすが師匠、その蹴り効きました、ありがとうございます、ごちそうさまでございます。あー、待って、あれ違う、力を抜いてって効くかなって思ったけど無理だったね。ということで、踏んで死んぜよ、ママラッチ、パパラッチ、ぬーん、少しはやるようだな、ビーベベ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 やりおるわい、ぐわーやられたということで、やってやりましょう。
さよならだ元気玉、オーラに力を分けてくれ、くる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 、ぬーん、よっしゃ俺の勝ち。疲れた。うおー、さすがマリオ殿でござる。わしを超えておるのでござる。本気の本気のこのわし、マリオ殿にこれを差し上げましょう。免許かいで。ということで、じゃあもう一回やろうぜ。ゴホゴホ、よくぞ、はい、挑戦する。うわー、リュウ、わしを超えて、あと自分で腕見がよろしかろう。わしはまだまだ修行するでござる。で、敵とのバトルは、負けそうになったら逃げることでーす。単純に敵はそれぞれ特殊で弱点を持っているでやんす。まあ、あれだね、炎に対しては水を当てるとかね、氷をぶつけるとかそういう感じですかね。ということで、ごめん、あっさり終わっちゃったな。もう特に、なんかこいつなんか、毒キノコ。あー時間切れとなってしまいました。非常に残念。また今度それで違う。ラスボスメッケ追いかけを。なんだったんだあいつは結局。はい、ということでですね、はい、マリオストーリー完全終了でございます。倒すべき僕が最後の最後にね、買いまくるっていうのも僕ですね。はい、完全クリアをすることができたので、はい。こちらで終了とさせていただけたらというふうに思います。ということで、今ね、他にもね、継続している、シリーズがたくさんありますので、ぜひそちらもですね、ご覧いただけたら幸いの極みです。では、また次回別のゲームでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。